ゆとり塾の塾生募集。まあ塾生はね、基本的に誰でもいいんだけども、まあ大人でも子供でもね、何歳、年齢はね、ただね、おしめとかはね、授乳の面倒はね、見れない。要するに、なんていうのかな、あくまでも独学もしくはマンツーマンで、マンツーマンでまあこういうふうにね、対応することもできるんだけども、その自分で自分のことはできる。だからトイレとかね、そういう、まあだから3歳4歳ぐらいからなのかな。自分で自分のことがね、ある程度できると言ったところから、まあこの年齢と、最高年齢もね、90でも100でもいいんだけど、ただ90でも100でもやっぱりちゃんと自分のことは自分でできるというようなね、でなおかつ、自分のことがちゃんとね、認識できているというようなね、そういう人だったらまあ誰でもいいかなと、どんな人でもいいかなと。まあ暇つぶしにっていうか、まあ要するに、何かしらね、刺激を受けたいというか、まあ いろんな意味でね、まあ、ここを活用したいと、いうような人がいれば、それはそれでもいいんだけれども、ただね、まあ、さっきも言ったようにマンツーマン的な、要するに僕一人に対して一人が塾生としてね、このね、エリアにいると、フィールドにいると、クラスにいるというようなことなんで、多くの人間をいっぺんにっていうこともやらないし、なおかつ、だから1対1なんで、時間にも限りがあるしね。要するに24時間やってるわけじゃなくて、僕の、空いてる時間というか、都合のいい時間でしか対応ができないんで、だからまあ対応できる人数はと時間は限られてるのよね。だからその中で、まあ、うまく事前に予約をしてもらって、活用してもらえればなという感じで、まあその中でもやっぱりその、まあ、これは最初ね、一人親の子供を預かろうかなというような発想をしたから、まあそういう意味で、まあ、何かしらね、まあ、金銭的も含めて、塾に通わせられない子供がいるだとか、あとまあ要するに、ちょっと預かってもらいたいんだけども、預かってもらえるだけの、施設とか環境とかお金の部分でっていうところで大変な思いをしているような人だとか、まあできればね、そういう人をね、まあいろいろと、もちろんね、ただえー、塾生をね、受け付けるっていうよりも、例えばそういうふうにね、相談話をしてもらえればね、いや実はこういう状況でこういうふうなあれだから、ぜひともね、うちの子供預かってほしいとか、まあ、そういうようなことがあれば、それはそれで そういう人をね、優先しようと思ってるっていうのは、要するに、お金があってね、時間に余裕があって、でいろいろなね、大人と出会うっていうか、大人とね、関われるような人だったら、別にここで僕と関わる必要というか、関わらなくてもいろんなチャンスがあるわけだから、だから逆にそういうね、環境にない人の方が、をまあに手助けできればなという思いもあって始めたことなんで、まあ、そういったところをね、はいろいろとね話をして、で、優先して対応していければなとも思っている。だからまずとりあえずね、まあ、申し込んでもらって、来てもらって、でまあ時間を過ごしてもらって、でそれからもし本当にね、有望な人だったら、塾生じゃなくて、まあ、これから紹介するような講師としてここにいるっていうことは OK なわけだから、で講師だからといって特別ねライセンスが必要だとか、資格がなきゃいけないとかっていうわけじゃなくて、その人の自覚の問題だから、講師として人のね
人に対して、まあ、講師という呼び方も良くないんだけど、アドバイザーだとかね、サポーターとかね、まあ、いろんな呼び方があると、そのボランティアスタッフとしてでもいいんだけども、まあ、そういうような、まあ、何かしらね、塾生じゃない立場で出入りしてもらうということも、まあ可能なんで、まあ、とりあえずね、声かけしてもらえれば、要するに塾生としてなのか、それとも逆にそのサポートスタッフとしてね、加わってもらうようになるとか、まあ、いろんなことが考えられると思うんで、ぜひともね、興味があったら、メールからお問い合わせをしてもらえればと。ゆとり塾、塾生の募集森林浴。